KK さん34歳女性、人に依存しがちで今更ながら精神的に自立できる素敵な女性に憧れます。心がけることはありますか？人に依存してしまう、人に頼ってしまう、素晴らしいと思うんですよ。自分がそういう傾向を持っているということに気づいたということなんだよね。そういうふうに恋人に依存してしまうような人もいると思うし、誰か自分のことに優しくしてくれる人に過剰にこう接近して、過剰に愛情を求めたり、過剰にですねそういったコミュニケーションや過剰な保護を求める人というのもね、世の中に結構多いんですね。ですが大体ご本人はそれを当たり前だとか当然のことというふうに思って、それが決して悪いことであるというふうに思っていない場合が多いですね。だから認識できていないという人がほとんどですね。なぜ依存すると悪いのかっていうと、結局相手を縛りつけたり相手を制限したり、もっともっとっていうふうになっていくので、例えばなんですぐメッセージに返信してくれないのみたいなね、30分もしてるのに返信が来ないじゃないのみたいなふうになったりして、相手を制限したり相手を制御したり相手をコントロールしたり相手を支配しようとしたりするようになってしまうわけですね。そのもっと愛情が欲しい、もっと相手の時間が欲しい、もっと自分の話を聞いて欲しいっていうことで、もっともっとの欲求というものが爆発していくからですね。そうすると相手も嫌になってくるし、せっかくあなたのことを心配したり気遣ってくれたり思いやりがあったり愛情で接してくれてるのに、それをもっともっとっていうふうに求めてしまうことによってですね、台無しにしてしまうという非常にもったいないことなんですね。なんで適度な距離感ということをよく言っておりますし、7つの武器の中でもね、適度な距離感ということを説明していますし、ヤルマン嵐のジレンマの話なんかも改めて説明してるんですけど、近すぎるとだいたいうまくいかなくなります。人間っていうのは適度な距離感でちょうど良い、遠すぎると今度ね疎遠になってしまうので、適度な距離感で付き合っていただきたい。依存症の人はとにかく相手にどんどん近づきたいし、相手を自分の方に近寄せたいという、ボクシングでいうと至近距離の殴り合いを強制的にしたくなるような人ですよね。っていうことを自己分析できるようになると、今の方は自分は依存的な傾向があるってことをね、自分で書いてるわけだから、ある程度分析できてると思うんですけど、そこが分かると、じゃあちょっと距離を置いた方がいいなとか、相手のことを自分が支配しそうになってるなっていうことが分かると思うんですね。今のこの動画をもう一回見返していただいてもいいと思うんだけども、そうするとちょっと距離取ろうとか、そこまで相手に求めちゃダメだなっていうことができるようになってきます。だからやっぱり自己洞察というか、自己分析というか、自分のそういう悪い癖というか、思考の歪みというか、思考の癖ですね、あるいは人間関係コミュニケーションの癖というものを理解すれば、過剰になった時に、あ、ブレーキ踏もうっていうふうに初めて思えるので、自分のことをよく見ていく、自分のことを分析していく、そういった見方というものがですね、非常にあなた自身の行動とか考え方を変えていくのに重要かと思います。簡単にできる方法として日記というものがありますので、そういう出来事をね、日記風に振り返るということはすごくね、いいことだと思いますので、ぜひそういったことも入れていってほしいなと思います。自立できない家族に困っています。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日はスコットランド道の保安を背景に、ちょっとね遠くの方にこう虹が出てるんですけども、見えますかね。はい、虹を背景にですね、カバチャンネルをお送りしたいと思います。今日は質問いただいています。小原さん47歳女性、私は長男に嫁いで早25年、田舎で自営業のため義理の父親、義理の弟と同居しています。子供たちも成人し、結婚、出産、里帰りをしますが、未だに同居を続ける弟に早く独立してほしいと思います。自分たちの幸せだけを願うのは間違っているかもしれませんが、円満に独立してもらうにはどうすればいいですか。家族がですね、まあ、家からずっと自分の親のところに住んでいて、なかなか独り立ちしないっていうね、そういう方結構たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますね。どうやったら独り立ちできますかったら、まあそろそろ出て行ってくださいと言って出て行っていただく以外にはないですよね。何かまあ例えば結婚したら出てってちょうだいとか、何かそういうある条件を待っていたとすると、いつまで経っても出てかないという状態になっていくということでございますね。こういうふうに家族がまあ独り立ちをしないっていう場合は、まあ誰の責任かというと、大体本人の責任のように思うんですけど、本人の責任でなく、心理学的にはですね、まあこれは共依存といって、まあ家族の人の責任の方が大きいというふうに考えられます。つまり甘やかせる家族がいるから、ついつい甘えちゃって、いつまで経っても自立しないというのが現状ですね。だから自立してもらうためには非常に厳しくですね、接していかないといけない。もうこの年なんだから、そろそろ一人暮らししなさいっていう形でどっかで切っていかなければいけないということですね。まあいつまでいてもいいよ的な雰囲気で言うと、もうこれはずっと死ぬまで一緒にいるという可能性も出てくるわけなので、まあどっかのタイミングでもうスパッとですね、切り離していくしかないわけでございます。まあそれは誰が言うべきなのかっていうと、多分この場合で言うと義理の弟さんのお父さんがどっかのタイミングで、まあそういうふうに本人にズバッとね言って出ていっていただくという、もう一人暮らしをそろそろしないといかんぞという話になってくるし、一人
人暮らしをしないとですね、社会的な責任っていう感情も生まれてこないので、例えば結婚しようという気持ちも別に結婚しなくても今の実家があるからみたいなね感じになるので、積極的にそういう活動っていうのもまあ比較的やっぱ消極的になってしまうということもあると思うんですね。ということも含めてですね、やっぱりこのどっかのタイミングで一人でやんなさいよという形でですね、強烈にプッシュして、逆に言うとある程度ね冷たい対応していかないといけないということです。こういう問題に遭遇した時に精神学心理学ではですね、困ってるのは誰ですかっていうふうに考えると、一番困ってるのは本人じゃないといけないわけですよ。だってそういうふうにずっと親のすねかじりしてずっと生活してて問題意識をほとんど持ってないっていうのは非常におかしな話ですね。家族や周りの人が大体困って、本人は全く困ってないという状況が起こっているというのが問題なんですね。だから本人が困ってないので出ていくということは絶対にありえないですね。このまま今の状態を続けていくのは、いつかどっかのタイミングで気づいて出ていくんじゃないかってことはまあ絶対ありえない話でございまして、本人に気づかせるためには本人に困った状況で持って行ってもらわなきゃいけない。例えばまあ家にこれだけのお金をちゃんと入れなさいよとかですね、ストレスなく今の状況が続けられているので居心地がいいからいるわけなので、居心地の悪い状況を作っていかなきゃいけないという、まあ逆に言うとそれはご本人義理の弟さんにとっては辛い状況というのがあるかもしれないけど、まあ嫌がらせではないですけど、本人が困らないっていうことはどういうことかというと、周りの家族の人がいろんな世話を全部見過ぎているということですね。だからそういった部分を本人に返していくということで、居心地が悪いというかきちんと普通のですね社会的生活を依存することなくね自立できるように、本人にきちんと仕事を与えたり役割を与えたり、そういったものをしていかないとですね、いつまでたっても家から出ていくということはないんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあこの共依存ですね、実は弟さんが出ていかないという状況は自分たちの家族が実は作っている可能性が高いですよということで、その部分を切り離してですね厳しくやっていかないとですね、なかなかこの状態が変わっていくということはないんじゃないかなと思います。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。人との最適な距離感を保つ方法、精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は北海道余市町からお届けしています。今日は質問いただきました。チアーさん、人間関係には距離感が大切と言いますが、どのように心地の良い距離感を測ればいいのかいまいち分かりません。カバサワ先生はどのように人との距離感を測っていますか。人間関係の距離感というのは非常に重要でございます。距離感が遠すぎると仲良くならないし、距離感が近すぎると相手の悪いところが見えてきたりですね、いろいろ喧嘩が増えてくるってことが多いです。よく言うのが山嵐のジレンマっていう心理学用語があるんですけど、冬の寒い夜に2匹の山嵐がいましたと。山嵐は寒いから近寄って互いに温めようとしますが、近寄りすぎるとお互いの針が刺さって痛いです、血が流れます。だけど離れすぎると寒いです、近寄ると痛いですということで、針が刺さらないギリギリのちょうどいい距離にお互いが寄り添うと、とても暖かくて心地よい状態ができましたっていうのが山嵐のジレンマですね。人間関係には適切な距離感が必要であるということを例えている例でございます。まあ、この例が分かりやすいんですけども、近寄ったり離れたりしながら試行錯誤しながら人間の心理的な距離感というものを探っていくしかないっていうことですよね。この山嵐のジレンマってことが示す内容は、もう一つ、人間との適切な距離感は人によって全部違うっていうことをまず前提として理解してないといけないと思います。A さんとの人間の距離感を測ったとしても、それは B さんや C さんや D さんに適応できるかというと絶対適応できないわけですね。だって A さんとは1年前に知り合ってるかもしれないけど、その距離感を今日初めて知り合った B さんに適応することは不可能ですね。親密度が高まれば高まるほど人間関係の距離感というのはどん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 狭まってきますし、初対面の人だと距離感は遠いわけですね。そこにずかずかと入り込んでいくと嫌われます、あるいは不快感、恐怖感を相手に与えるということですね。その心理的距離感というのは動物的な本能でいうとこの縄張り意識というつながってきます。なので自分の縄張りにずかずかと入り込んでこられると異常な不快感や恐怖感を呈するということだよね。逆に言うと、すごい親しい友人であるとか恋人やパートナーっていうのはいつも近くにいてほしい、むしろ遠くに離れちゃうと寂しいわっていう風になっちゃうよね。ということで、適切な距離感は人によって全部違います。あなたの周りに例えば友人や職場の仲間やいろんな人が100人いたとしたら、100人100通りの距離感が存在するわけですね。それを一つの距離感で処理しようとしてるんじゃないかっていうことを、私は今日の質問とか他の人との会話とかを通して感じますね。人との距離感を取るのが下手ですっていうことなんですけども、うまいっていうのはだから試行錯誤しながら随時その相手の距離感を見極めていくってことですよね。その距離感の取り方は簡単で、遠くから始めて徐々に近づいていくしかないですよね。それはね、いきなり近づくと必ず 100% 嫌われますから、それはこれはもう心理的な法則ですね。なので徐々に遠くから近づいていくっていうこと、キャッチボールと同じなので、ボールを投げない限りボールは返ってこないです。人間関係っていうのはキャッチボールと同じなので、
ほとんどの人はボールを投げないで待ってるんですね。相手がボールが投げないか投げないか投げないかなってずっと待ってて、投げてくれる人もいるわけです。あなたに対して何か好印象を持った人は。でも投げてくれないわけですね。そうすると人間関係が深まらないわけですね。まあ、皆さんの職場の人間関係もそうかもしれないけども、もしそういったものをより深めたいとか親密になりたいともしあなたが感じるのであれば、自分からまずボールを投げないといけないわけですね。言い換えるとそれは心の扉を開くってことにもなってきますけども、なので自分からボールを投げるけども、そのボールの速度がどれだけ適切なのかっていうのは投げてみないとわからないですね。思いっきりバーンって投げたらバーンってなっちゃって、相手もなんだこの野郎って話になっちゃうわけだから、まあ適切なコントロールで相手が取りやすいボールを投げていかなきゃならないんだけども、それも投げてみないとわかりませんので、人間関係というのはキャッチボールのようなもんなんで、自分からボールを投げて相手も投げ返して、その塩梅というかね、強さとかそういったことを感じ取りながら距離感を詰めたり話したりしていくってことになります。つまりコミュニケーションしながらでないと心の距離感なんて分かるはずがないですよね。それはお互いにここに座ったままうんって言ってこう無言で1時間向かい合ったところで心の距離感は近づかないし、心の距離感が分かるわけでもないよね。超能力者じゃないわけだからね。だから言葉のキャッチボールをしながら、相手の距離感を見極めながら、互いに適切な距離感で接していくということですよね。一つ自己開示っていうことがキーワードになるんですけども、まあ、例えば初対面の人に、私精神科医の樺沢と申します、精神科医っていうことをお伝えするということは、例えばそれも一つの自己開示になりますけど、いわゆる自己紹介でも自己開示になりますけども、自分についての情報を相手にお伝えする、パブリックな公な情報からプライベートな情報っていうのはいろいろとあると思うんですけども、最初はパブリックな情報とか、例えば精神科医樺沢志穂って SNS にも書いてありますから、誰でも知り得る情報からお伝えするわけですけども、そこから仲良くなればもうちょっと親しげな情報をお伝えするってことで、そういう自己開示の程度を開いていくことによって、私はあなたに対してオープンですよ、私はあなたに対して敵意がありませんよ、私はこういう秘密をあなたにお伝えしているので、私はあなたに対してフレンドリーですよっていうことを示すことができますので、自己開示っていうの一つのね、その距離感を取る上でのキーワードとして知っていていいかなというふうに思います。ということで、人間関係適切な距離感を取る方法は試行錯誤、コミュニケーションのキャッチボールをやりながら測っていくしかない。具体的なやり方っていうのはまずやっていない人には分かりようがないので、自分からボールを投げるっていうこと、コミュニケーションを自分から発するっていうこと、相手に対してフレンドリーな言葉や態度を投げかけるっていうことがまず第一歩になっていますね。距離感をうまく保てると、それだけで人間関係っていうのは非常にうまくいきます。遠すぎたり近すぎたりするので、人間関係がうまくいかなかったりするということがありますので、人間関係の距離感改めて考えてみると、皆様の人間関係がもっと円滑にうまくいくのではないでしょうか。